ません、何回か来てるんですけど、ありがとう、あ、ありがとうございます。ザルうどんがいいな。ザルうどん、夏だけな、うんうん、松茸うどんとか出たよ。これね、これ、うん、あそこ看板あるやつよ。ちょっと前から気になるけど、そこで食べたい、うん、いや、この間からザルうどんが食べたくて。あ、そうなの。そうビールあるじゃん。飲む？いいよ。運転する。ちょっとだけ行けばいいかな。ジジイズすいません。卵とじって珍しくない？おうどんかもしれない。大ちゃんスペシャル。初めて見る。決まった？もうざる？うん、私ざるだよ。そしたらですね、肉うどん単品で行くわ。うん、すいません。はーい。おにぎりとかね。うん、大丈夫。え、これが例えば、うん、あったら1個とか食べるかもしれない。それは食べるから。今度は肉うどん、あ、肉うどん定食にしようかな。あったよな。あった。あれ？あった。これ。肉うどん定食一つと、ざるがね。ざる。はい。はい。はい、メニューを見ていきましょう。もみじの里さんといえばね、隣の建屋にあるレトロ自販機が有名なんですけれども、店内のうどんも美味しいんです。このね、松茸うどんなんか珍しいですけれどもね、夏にぴったりの天ざるうどんやそうめんなんかもございますので、ね、ぜひこちらの中でも食べてみてください。うん、美味しそうだね。おでん年中あるんやね。みたいな。違いに、うん、美味しそうだな。うまっ、うん、おにぎり最高。おにぎり3つもついてますよ、すごい、うん、スーパーメン、うんすごい言えられんそうでございます。この間夜中に雨が降るけど、ちゃうかな思って、私テレビちゃんと変えてみるから、うん、現場に行ってみた、勝山かな、うまい、武漢に行った、武漢に行った、うん、それから次の日早かったかな、早く土曜日休まなかった、これはさぬきかな、ほんと腰あった、うんうん、腰な、うん、ある、うん、おいしい、カツダムするような現場や、炊きたてなんかして柔らかいよ、
大雨でこの間ちょっと崩れて、ウリだ、ウリの漬物ですね。おいしい、うん、バッチウーだ、だしがあるが、この、うん、とあっちは全然違う、うん、ここうどんは一緒なんだけど、うん、天ぷらも同じ気がする、天ぷらもな、うん、同じ覚えがあった、うん、ボリュームがすごいよな。何々入ってた？エビと？エビと、これ大葉だろ？大葉。かき揚げ。かき揚げ。で、玉ねぎ。玉ねぎ。で、あと、ナスと、あれ、インゲン。インゲン？うん。で、入ってるな。うん。盛りだくさんだ。盛りだくさん。このウリの漬物はな、うん、これがね、めっちゃ美味しいんですよ。初めて見るの？食べてみる、ここ、うん、ちょっと酢が効いとって、あ、美味しい、美味しい、うん、なんか自家製って感じ、うんうん、おばあちゃんが出してくれる、おばあちゃん、そう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 、自家行けば出してくれる、そう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 、うん、美味しい、うん、もいなりさん、あれ、なんか入ってくるやん、あのチラシ寿司あるじゃん、うん、田舎のチラシ寿司はさ、あの、うん、あのなんていうの、生姜、それ、あのかまぼこ、かまぼこ、うん、が入るじゃん、うんうん、うちの実家もやるけど、うん、なんかかまぼこが入るとこがなんか田舎の、うん、田舎のチラシ寿司っぽい、うん、美味しい、うん、ボリューム、あれすごいよこれ、ご飯大盛りぐらいあるよね、ある、うん、3個、3個あったらさ、1人で食べたらさ、うんうんうん、大盛りぐらいあるよね、あるよ、うんうん、7月20日花火大会みたいですね、この辺ね。いい音出んな、いい音出んな。ええねんな。サクサクやね。うん、パイパイ。うん、うん、ちょっとさ、シソがあるとさ、うん、ちょっと香りがあれ、いいな、うん、シソの天ぷら好きだね、な、美味しい、うん、
いい音。時々さ、酸っぱっていうのあるよな、うん、大体でも甘さが強い方が多いけどね。そうだな、うん、これはだって時々、うん、これあげる。これ食べていい、うん、手作りのたくあん出ろ、うん、めっちゃ美味しい。にも入ってるやつ、うん、めっちゃ美味しい、うん、ごちそうでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。はい、あ、全然大丈夫です。肉亭が850円、はいよ。天ざるが850円、はいよ。以上でよろしいね。お願いします。はい、1700円、1万円な。はい、あの2時ぐらいじゃったらだいぶいいですかね。了解。うん、うん、今日の2時ぐらいに来るんです。はい、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。よっしゃ、じゃあ後ほど。ありがとうございました。びっくりした、お釣りがこれ、これが入っとったけ初めて見ました、びっくりした。本当だな。何これ、すげえ、何が出るか。懐かしい。え、なあ、こんにちは。追ってかな。こんにちは。はい、あ、急にすいません。あの、わかります。あ、すいません、あの、うん、どうしても聞きたいことがあって急に突撃したんですけど、はいはい、あ、言ってみましょう、90円激安ドリンク押してみて。来ました。あれ、ヨーグルッペ、ヨーグルッペです。こちらのね、大道ん、なんか気になる、コンポタ、ちょっと喉かいたけ、アンバサンすら、アンバサ、アンバサって今まだあるんだよな。あるよ。出てきました。うわ、冷え冷え、いただきやす、いただきやす。元気だったかい？
今ね、これ今ちょっとね故障の原因になるので500円玉の使用はねなるべく控えてほしいということが書かれてますので、なるべく100円玉とか10円玉でね対応いただけるようにお願いいたします。再びこんにちは。こんにちは。あれ、あ、すいません戻ってきました。すいません、さんとこ行っとって帰ってきたんですけど、はい、あっちでも言ったんですけど、うん、ちょっとあの自分もあの自販機を買うの、まあ、うん、を考えとって、うん、年間で言ったら、うん、でもトータルしたらね、うん、メンテナンスだけで、うん、あれガチャと出てくる、ね、うん、あ、これがちょっと調子悪かったんよ、大体が、うん、だ常連さんとかも多いから、うちは、うん、だからこの間あれしたけど、出へんかったで、ファタラお金返すし、うん、出汁はね、ずばりね、濃縮でしょう、そうよ、出汁は教えてあげるよ、うん、違う、出汁はそこに言うたら買えるで、本当ですか、うん、まあ、うちほんまなんか出汁美味しいって言わはるんよ、美味しいですよねって言わはるから、めちゃめちゃ美味しい、これはうちの出汁と違うんですけどね、こっちとはね、こっちは濃縮できない、こっちはできひん、こっちはもう出汁をちゃんと、ここのも美味しいですよ、ここはもうちゃんと白出汁から取って作ってるやつやから、こっちの方が美味しいですよ言うやけど、うん、でもあっちはあっちで、洋食でもなんか美味しいよね。美味しい。ある。一息つこうかなって感じなんですけど、ちょっと行っちゃいましょうかね。もみじの里さんで行っちゃいましょう。すみません。すみません。注文いいですか。注文してもいいですか。いいですよ。アイスコーヒーフロートと。はい、生ビール。生ビール。あとおでんね、買って取っていいですか。取っていて。あのぬるかったらチンするからね。うん。探したね、探した。ちょっとよう。うん。箸。箸ここにあるから、ね。あ、もう。了解っす。筋食べるわ。筋と。卵あるかな。あ、OK、あ、中世夢ヶ原。あ、それ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 。よし。うん。なくなったらまた持ってきてくれやねんや。うん。ほいでな。はい、今度はありがとう、お願いします。はい、イエーイ、ラッキー、ラッキー、頑張りそうや、これで、すげえ、ほんまこういう時代なんじゃな、うん、この人の時代なんや、もうそうね、夏目漱石さんの、うん、夏目さんの、うん、うちらの子供の頃は野口英世だったけど、あ、そうよな、そうよな、ほんまよ、イエーイ、ゲット、そしてコーヒーフロート、いただきます。はい、カンパー、はい、うまっ、地味に暑かった湿度がね、うん、工場が暑かった、うん、湿度が美味しい、美味しい、うん、うんうんうん、うまい、これ筋、筋、鶏肉っぽいんだけど、うん、鶏皮、こっちは鶏皮だ、多分、うん、さっき食べたのは筋、うん、卵入れて、あとは鶏皮食べんもん、まあ、うん、うん、合うよ、ビールに合うよでしょ、ななみさん色のほうさ、うん、そうあ、今日何しょ、多分家におるんじゃない、あ、そうなの、もう帰ってきた、うん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 、かじりゃいいじゃん、かじりゃいいじゃん、
でもプロの子の音だね。うん。この紫陽花がちょっと良くない、この景色が。うん。そうよ、ここから見る景色絶対いいよ。な、田んぼとさ、田んぼと紫陽花。最高やん。美味しい、鶏皮美味しい。これ何個取ったか言わないけど、1、2、3。ちゃうやろ、4つか。めっちゃこの味好き。美味しいな。カツオの出汁もやっぱ全然、うどんの出汁も、うどんの出汁もマジでうまい。美味しいから。うん、美味しい。これは組み立てる。見てもいい。うん。1/12サイズ。かわいいな。うん。あ、見て、こんなちっちゃいの。あ、それついた。うん。見てるよ。めっちゃかわいい。ふんちゃんのこれもセットするの。ほんとだ。いっちょ前に組み立てるようになってる。なってるなってる。このパチンパチンってするやつがいるで。うん。じゃねえとこのな、この方がきれいに並んじゃう。うん。これね、ちょっと見てください。これ、ね、一丁前にね、そのプラモデルみたいになってますからね、ちょっとこれを組み立てる動画もちょっと撮ってみようかな。まあ、見る、うん、はい、うん、うん、うん、箸焼くん、箸焼くん、うん、なんかさ、箸焼くみ、あ、なんけなんけ、あの、だ、あの俳優じゃねえ、ヤクミちゃんかなと思ったけど、そうそうそう、それみたいよな、ヤクミちゃん、そうそうそう、箸焼きみすいません、え、おる、ほら、自販機の補充かな。この山のとこでビールが飲むって最高っすね、はい、そうだね、うん、いいね、お願いします。この自販機とビールの共演ってこの最高じゃね、これズズン最高やん。あ、ボイス、ボイスラ、ボイスでゴーとか見てね、ボイス、ん、ボイス21って昔あったら番組、うん、あれの、うちはあの結構 RSK、うん、たまに見よったけど、結構うちに行ってるから出てることも多い、ね、自分 RSK バー見よる、うん、めちゃめちゃ RSK バー、あのキャラクターが好きで、RSK のなんか RSK やろ、 RSK、うん、かわいいよ、かわいい、オウ君より可愛いよな、オウ君より可愛い、アレスケの方が好き、うんうんうん、あとあの変ななんかぬぼぼとしたあの四角いの俺や、おるおるおるあれ多分可愛い、うんうん、分かる分かる分かる、ね、うん、おいしい、補充するかな、全然居心地いいよ、うん、実家か思うあれ、あの焼肉あるじゃないですか、あれってだいぶ前に予約してんじゃけんの、いや、だいぶ前に言うことはないけど、だいたい早くと金曜日ぐらいのに、あの頼む人も頼むんや、はい、うちの頼む人が、はい、持ってきてくれたのか、だから、はい、だから来週に来ようって言ってくれたら1週間前ぐらいってことですね、そうそう、いやでもなんか予約せんと食べれん焼肉って珍しいじゃないですか、逆に、まあまあ、なんかあのバイクのモンゲーライダーさん言って、うん、その人を焼肉食べようとじゃないですか、美味しそうやなと思って美味しかったの、美味しいの、あのちょうどお肉の牛は密集中だから、わの元のところ、それうまいじゃん絶対、1週間前ぐらいに言えばいいんですよ、
みんなで来たら絶対おもろいよ。てか、うちらは、うん、な要はあの集まるんですよ、仲間が家にね。だけど、本当ですよね。1週間前にね。1週間前に言うやつ。わかりました。めっちゃみんな楽しいと思うね、絶対。うん、好きそう、こういう空間もやろ、うん、で備中でもうちらは食べたことなくない、うん、ある？私は初めてだよね。ね、ないね。ないよな、うん、私もないわ。キヤ牛はまあワイワイない。だってそれはだってここら辺 の松坂の牛の元になった牛焼きが有名な、ね、ズル牛、もう本当、うん、元祖の牛よ。こんにゃく牛は美味しい、うん。入り口が広い方が、ね、バイク止めたり車止めたり、しやすい方がいい、それはあるかもしれない。だってうどんだけ食べに来るっていう人が入りやすく行くね、まあでも商品があってもいいけどね、あんまりやたらめったらの人来てもらっても困るしね。そうそうある程度的にもう、夜何時までとかにして、あとはお客さんだけにするとか、そうそうそう、でもそっち、タイプ C やろ、こっちこっち端子が違うもん。そうタイプ C になったよ、15からな、でもなんかここの色の部分の一部分だけそれでもいいかも、あ、こことか、そうこういうふうに分割、そう、こことこことか、なんか要所要所とかその色もいいかもしれない。だけどうちにしかね、色合いの色がまた思われる、あってもいいと思う、それはそれで、全部だと思うんだけど、ここ見たらこんだけ区切れるんだったら、そこの要所要所にその色をなんかアクセントで入れるのもあり、ありかも、えらい派手になる、自分はもうこの色しか考えてない、全然これでいいと思う、シンプルこれでいいよ、これを作ろうと思ったさ、ちょっとすげえよな、そうもう出てきたまんま食べられるものを自動で提供しようとした、その思考回路がすごい、すごいよな、なんか思うよ、カレーとかなんかたこ焼きとかのあれはチンするだけっていうのがあるから、それはなんかわからない、なんかけど調理したものが出てくるって、そうすげえよなって思う、ようそれをやろう思うたなっていうの、昭和にしかも今ね、確かに、逆に今ならな、なんかそういうの出てくるのも、なんか、思うけど、あの当時で、無人販売所みたいなのあるぐらいでな、無人でこうな、そうなんか出てくるの、あるっていうか、なんか、な、うなずけるけど、これ、ほんま、誰が考えたんだろうな。すごくない？それをまたこう実現させてる、この機械もすごいよな。そうシステムがな。すごいわ。自動で出てくるけど、中のものはこうやって人が作るわけな、どこも作るわけだから、そうそうけ自動なんじゃけど、半自動みたいな感じだよな、あの提供だけをしてるだけであって、そう中のものはもう絶対人が手が加わっても作るわけ、いやーすごいわ、できたらすごいよね、そりゃそうだけど、じゃけその提供の仕方がこういう自動なだけなんや、同じ味で別にはいどうぞってからこの持ってこられたら何の味気もねえじゃん、ここから買うのが、人じゃないこの機械から買うのが面白い、そうやな、しかも時間を問わずな、問わず、店の相手で時間とかだね、そう、ほんでガシャンと出てきて、この箸薬味から、薬味つるから箸を取ってな、そうやな、この30秒よ、このな、この短い時間、このマクドナルドより先に、違う、マクドナルドの方が先か知らんけど、こんなファストフードよ、そうやな、すぐ食べれるんだから、考えた人天才よな、ほんとさ、マクドナルドもさ、めちゃ早くパッと出てくるじゃん、これがもうほんと腹減ったなってさ、パッて買ったらすぐちっちゃい、そう日本人の大好きなのかもな、そうよ、っていうかさ、でもこれの新しい版の令和ワインってあるんだけど、出てきてもおかしくないから、これが追求したものが出てくる、だから出てきてるっちゃ来てるよ、あ、そうなの、最新のなんかラーメンとかさ、羽田空港とか、あるんだ、うん、やっぱりデジタル、そうなってくると、そうデジタル、デジタルでこう手でタッチパネルでみたいな、ああそう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 なるほどな、なるほどな、うんうんうん、
そうだったし、けど出てき方はそういう、あのこういう風に出てくるんだけど、うんうん、そうそう、タッチパネルっていうか、うん、あれだった注文が、うんうんうん、画像がここにバーンって、あー、そんな感じ、こうやってこうやって、そう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 、そんな感じ、なるほどね、うんうん、で、そのなんか、うん、合間を言っとる感じするじゃん、古さのさ、懐かしさと最新版、うんうん、その早く出てきてほしいっていうか、もうペッペッペッってやったら出てきてよみたいなさ、うん、ピッと押したら出てくるやん、ペッと、まあ、そうね、これがもう、でもその裏には、うん、うどんとかラーメン、そば作りおる人の苦労があったりとか、やっぱりな、中身はやっぱ人ないよな、そりゃそうだろう、これの開発とかさ、そういや、いろいろあって、いろいろ、いろいろあった、そう、そうやな、ほんま、もみじのさつさんはめちゃめちゃ美味しいけど、うん、めちゃめちゃまずいお店もある、ほんまに食べに行きよって、うん、なんじゃこりゃみたいな、そうな、でさっきのな、うん、なんか言えれんけどな、うん、言えれんけど、そのそれだって悪いけど、その売れてないとかやっぱで、それこそ買えなければ劣化するわけで、うん、うん、いろいろまあ麺もだけどスープね、そう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 、ね、そういうところの辺とかはどうするのかとかな、衛生的なもんもあるだろうし、うん、でそもそもの味な、うん、その入れたて、この補充したてを食べても、うん、そもそも味が美味しくないっていうか根本だなそう、あ、やっぱりあるんだよな、うん、そうな、そっかそっか、でこれはもう本当に普通のジュースの自動販売機で、うん、コーラを買いましたいったら絶対同じ味やん、うん、コカコーラ、うん、同じコカコーラを買えば、うん、でこればっかりは本当にさ、うん、お店によって、うん、それもまた面白いんだよな、中身が違うんだからさ、ボディはボディは一緒でもというか、ボディもまあそれぞれ特徴があるけどな、これそうだな、だからもう面白いんだこれは、そこの場その場の味になるわけ、そうそうそう、お店お店の売り方が自動だっていうだけで、店だな、店なんだ、なるほどね、だから店の味になるかな、そうだから、その中身をとにかくどういう味にするかとか、ね、何が乗ったもんが出てくるかとかさ、うん、なんか群馬なんかはさ、うん、何個かに1個かは当たりみたいな、これが乗ってるものが出てくるとかさ、それいいな、あの、うん、幸せのなんとかみたいな感じで、ね、なんかこれが出るとラッキーですよって、そうそうそう、うん、それが当たりみたいな、うん、そういうしてるとかっていうのがあって、それも楽しいな、そういうのもだからできるのは魅力だな、そう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 、だからなんか食べた人も楽しいし、うん、作る方も、うん、ちょっとこれ入れとくかみたいな、うん、なんかこの面白いじゃん、このなんか、うん、ドラマがあるよ結構、うん、まあ、ドラマ、うん、そう思う、ほら50でございます、はいはい、お願いします、やっぱ苦労があるな、自動販売機だけど自動じゃないんだよ本当に本当にそうなんだ、階段ね、階段、本当にね、こういう人の苦労がかかってるわけだ、本当冷えてますね。冷えてるでしょ。はい。中見たことなかったかな。一回だけあるんですけどね、この冷えた感じを感じなかったですね。あ、結構あの。あれな、いつだったですかね。あ、でもこの心配するほどこうあれだ。中は冷やしてくれてるので夏場でも、それは大丈夫、あの全然大丈夫な感じですね。それが大丈夫。はい、思いました。それでも結構心配してる人おるんですよ。あ、そう。あの夏場のこの。どうなってるかわからないから。そう、夏場ね、夏場。こっち側も温度になってるからね。うん。このね、あの開けた瞬間にこう冷気がバッとくるんで、うん、本当に冷やしてくれてる感じありますね。天ぷらが人気、あ、やっぱりあの人気天ぷらの方じゃないですか。そうやね。ですよね、うん、なんかお得感があるんかなあるし、あのなんかなんていうんですかね、でもあのきつねの方にも天ぷら入ってるじゃないですか、うちはね、ええ、入
うん、だけどなんか天ぷらを選んでしまう。そうやね、うん、いいね、このガシャッというね、この閉まって、この、ね、でもこれね、あのね、自販機がね、あれなんですけど、あのね、店主がね、綺麗っていうのもね、この絶対ね、このお客さんが集まる、いや、ほんまみんな読むんすよ、ほんま。いやだってあの、自販機で有名なあの人おるじゃないですか、あの、一番有名な人、あの、要、昔からこう、取りおる人。今週も取れた。はじめまして。自動販売機大好きで会話していただいております。まだ取れない。はい。本気で、あの自販機。もフィーザー違う。そうなんですよ。大好きや。どうしたらいいやって言ってる。よう見てくれた、ほんま。日本で、ありがとうございます。ほんま、自販機ファンの我々からしたらめちゃめちゃアイドルですからね。いやほんまにほんまに、いやほんまに、あ、そう、いやいや、で自販機をしたい、じゃあ何でしょ、店や、ね、正式に言うと、ちょっと携帯は教えてもらっていいですか。僕結構詳しいじゃないですか、すごいっすね。いくらいろんなとこ見させていただいたら、ね、サンボなんですよ。ええやつおるし、全然違うから。そうなんですか。全然違う。で美味しい麺と、まあ、美味しいものをその面白い昭和の自販機から提供できれば面白いなっていうのもあって、 で、まあ、できるだけうちの町にそういうものを作りたい、うん、できるだけね。ただだからそこからちょっと、まあ、いろんなちょっと離れても、ね、うん、いや、あっこはねマジで田舎なんだけど人口が増えてる、出生率も増えてる。うん、そう、うん、まあ確かにそれは誰でもできんけ価値があるもんね。プラスアルファ、うん、プラスアルファ、プラスアルファがすごい、うん、それはやっぱりこの自分がそう思ったのはここの味の美味しさですね。やっぱり出てくるものが美味しくなかったらやろうと思ってないです。ギャップなんですよ、要はこの自販機からこのレベルが出てくるかと。おいおい、なんかそのおい YouTube で映ったのコマーシャルでしょ。コマーシャル。だから人間ってなんか、あ、これだったらこのぐらいの味やろうなって想像するじゃないですか、はい、それの上をいくから、だいたいこのぐらいでいいんよ、うん、だいたい腹が減ってるからとりあえず腹を満たせたらいいんよって、そんな期待してないよっていうのでいいじゃないですか。もう全然上を行くから、これはすんげーの来たんだけどみたいな。すんごい。もうだから普通のうどんになんか東京とかで 1000円超えてくるじゃん、うどんが。そんなん出すのバカらしくない、ここの食っとってみーみたいな。自分もやるのにはうちらにしか出せんこの味、うちの自販機でしか食べれん、そのこれうめえじゃんっていう。でここはうどんじゃないですか。で岡山県って3台あるんですけど、この自販機がうどんとそばしかないんですよ。でこのラーメンを出しちゃろうと思って、ほんで燃えとんすよ。熱いね、うん、ボボやね、ボボない、本当に好きなんですよ。ラーメンってまあうどんかな、やっぱりもう一個はうどんかな。とにかく一個のボタンはラーメンにしようと思うよ。ないけ岡山に。自販機を回るってことか。回ってるやつ結構ブーブーで音がね。はい。はい。ちょっといいじゃん、そう。ね、あの動線はいいかもしれないですね。ね、うんうん。ね、組めからな。はい、あ、ありますね。もうほんまなんか普通にラーメンで食うより食うよ、こっちで食えた方がうまいじゃんぐらいのが出せたら、それだけでなんか嬉しいじゃないですか。美味しいなって言って食べてもらえて。いや、さっきも聞いたっすよ。だけ預かっとるやつをどうやっても直せんなって、夜な夜な自分も酒飲みながら直すんじゃけど、どうやっても直せん言うて言うやつもある。うん。JA のね、はい、関係サブちゃんとをしてたんで、はい、リチが上げてたんで、無理やり、うん、
無理くりね JA に行って、うん、あの花束持って出す。うわー、めっちゃサブちゃんの横やん。めっちゃ北島三郎好きやったな。増えた、新しい。これ後ろあれなんだ、政治家北斎。おお、うん、ちょっと見たい。はい、はい、こっちの方が馴染みがあるね。また来ます。はいよ、うん、どうで、はい、しおり子供って3杯とおでんが5個、4本か、うん、ほんでコーラフロートが、コーラじゃねえわ、あのコーヒーフロートが2650円。間違った、うち間違った、はい、ご主人さん最高、面白いよ、面白い、ほんまにご主人さん、ほんまやで、違う人やで、絶対知らんかったやろけど、旦那さん、ほんまの、めちゃめちゃ美人な奥さんを手に入れたいまた来ます、はい、いやほんまいろいろありがとうございました、ちょっと頑張ってみるけ、ほんま、そうやね、ちょっと、うん、頑張って相談になることがあれば、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ごちそうさました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、うん、ありがとうございます、また来るよ、ここやね、いっぱいメモしてますんで、着々とね、ちょっといろいろが動き始めております。はい、行ってきました。皆さんご存知のね、このもみじの里さんでございます。いやー、今日はね、いろいろ収穫になりましたね、とにかく。いろんな方からいろんな情報が聞けてね、浜さんのやりたいことが1歩、2歩、100歩ぐらい前進したかなという感じでございます。今日はね、食べたのは中でね、うどんを食べたという感じなんですけどね、この中とこの自販機のね、うどんの出汁なんか全然違う味なんでね、ちょっとこの自販機だけじゃなくてね、この中で食べてみるっていうのもね、面白いかもしれません。いやー、このね、もみじの里さんのご主人さんとも会えてね、ちょっと結構貴重なひとときでございました。それじゃあみんなまたね。